こんにちは。もう最近はね、スマートフォンで YouTube の動画をね、見ることが多くなっておりますが、パソコン版、ウェブ版のね、YouTube の、ページも若干ね、変わっております。今回は、その、ライブラリーの表示が、変わりましたというね、お話をしたいと思います。YouTube のトップページです。左上のハンバーガーマークをクリックします。ライブラリーをクリックします。はい、ライブラリーが表示されました。上の方にね、再生履歴があります。その下のセクションに、後で見る。その下に、再生リスト。そして、高く評価した動画。で、一番下が、購入済みというセクションが表示されてます。例えば、一番上の再生履歴で、動画をね、削除したいというとき、例えばこの左上の動画、マウス持ってくると、右側に、縦に、丸が3つ並んでいるオプションメニューのボタンのマークがあります。そこをクリックします。はい、そして、削除をクリックします。はい、そうしますとね、再生履歴から、動画が削除されました。はい、そしてこの右の上の方に、すべて表示とあります。ここをクリックしますと、再生履歴すべてをね、表示することができます。履歴にはね、再生履歴、検索履歴、コメント、コミュニティ、チャットがあります。はい、元に戻ります。他もね、同じようにして、後で見るっていうのもね、すべて表示することができるんですけど、ここには5とあって、5本しかありませんので、まあ、これ以上、表示することはないですね。はい、5本しかないですね。はい、で、その下、再生リスト。これ、ご自分の、動画の、チャンネルの再生リストが表示されます。そして、グッドボタンを押した、評価した動画、これ635って書いてますね。一番下は、まあ自分が購入した映画、番組、登録チャンネルが表示されます。この映画を購入クリックします。はい、そうしますと、映画と番組というね、チャンネルが表示されますんで、ここでね、映画を購入、レンタルすることができます。番組もクリックすると、はい、こういったね、チャンネルの番組購入することができます。はい、元に戻りましょう。はい、ということで、パソコン版の、ライブラリーがね、若干新しく変更されましたんで、ご利用のほどよろしくお願いします。今回はパソコン版のライブラリーの表示が変わりましたというね、お話をしました。それでは今回はこの件で失礼します。